作った。仕業なのか。どうにかしてここから離れないと。まただ。気をつけてね。ここから難易度が上がるよ。呼吸が上から聞こえる。早く上へ行かないと。道がなくなった。おや、早くどうにかしないとダメだよ。やっぱりどうにかできちゃうんだね、ゼーレ。それなら僕を捕まえてごらん。リタさん、捕まえました。終わりですか、ビタさん。そんなわけ。おや、まさか当たるなんてね。来てよ。どうしたの？これがリチ社の全力？無駄だよ、ゼーレ。君は結局規則の束縛を打ち破れない。私の剣能はすでに彼女の力を削ってる。このまま攻め続ければ。おや、あと少しだよ。命の枝、ここで交差する。これが海から得た剣能なんだね。でもここの全ては僕の領域だよ。規則は僕の全ての願いに応えてくれる。さよなら、リツシャ。
どうやら君を見くびってたみたいだね。それなら続けよう。今回はもっと真面目にやるよ。なるほどね。海の中でもこんなに強靭な花が咲くのか。それなら僕も目の波を相応の礼儀を持って対応させてもらうよ。シャ、ここの命たちをあなたの規則から解放します。相当自信がついたみたいだね、リツシャ。でも、君は本当に規則の全容を把握できたのかい？願いが芽生えるところは天地が逆転する。これがシャの意志だ。
たちも君の権能の現れなのか。でも今はもう僕のものだよ。全知の羽は空を覆う。クローラ、ティアナ、みんなの力を取り戻さないと。止まらない、力が戻ってきた。止まらない。シャのエネルギーが集まってる。気をつけないと。
失敗は許されない。立って。立って。目の前の律者を殺せ。律者を殺す。権限、神聖。ビタさん、まだ続けるんですか？今のあなたなら、私の権能を理解してるはずです。もし諦めてくれないなら、私は、ずっとあなたと戦い続けます。確かにね。君のその力は、創生の世界の泡という特殊な環境で誕生した、二つの相反する特性を持つものだ。いや、というより、君個人の経験がそれを必然としていたのかな？創生と朝礼、君にぴったりの能力だね。できることなら、私は誰が相手でも、二つ目の権能を使いたくないんです。なるほど。あの時彼女が一人で僕と対峙することを決めたのは、道理で彼女の態度が微妙に変わったわけだ。ここまで超人的な力を手に入れても、君は相変わらずみんなに優しいんだね。律者を殺せ。ビタさん。失敗は許されない。ありませんね。私も戦い続けるしかないみたいです。シャ、律者を殺せ。彼女を殺せ。はあ、君は本当にうるさいね。デリート。うん、やっと生成した。ビトさん。心配しないで、ゼーレ。僕たちはもう戦わなくてもいいんだ。え？だって僕は最初からシャなんかじゃないから。僕は君たちのことを愛している。あのビタだよ。ビタさんは、シャじゃないんですか？それって一体。面白い表情をするね。さっきまでの凛々しい姿も、あのゼーレの前で強くありたいから、わざと演じたものでしょ？今の表情の方が、可愛いゼーレらしいよ。でも、さっきの怖い顔も違う可愛さがあるけどね。わざと私の油断を誘いたいのなら。待って待って、怒らないでよ。今からちゃんと説明するから。僕たちはそんなに激しく憎み合う関係じゃないよね。一度釈明のチャンスをくれてもいいじゃないか。なんでそんなことが言えるんですか？私の仲間と二つの世界のみんなが、あなたのせいで。ああ、彼らね。どうせ、君はもう彼らを連れ戻す方法を知ってるんじゃない？図星だね。もう一人のゼーレは、その準備に取り掛かってるんでしょ？確かに、ビタさんは手加減してくれました。そうじゃなかったら、律者の権能を使って、あなたに存在を抹消された命たちを、この世界に連れ戻すこともできないはずです。本当の死は、意識の永久的な消失を意味します。それは、死の律者の権能を使ってでも、逆転させられない結果です。死の律者。その名前は健全そうにも、ポジティブそうにも聞こえないから、君にはあまり似合ってないと思うよ。そうだね。死生の律者でどう？死生の律者。うん。
何かを朝礼させて死なせるよりも周りの全てを生き生きとさせる方がゼーレらしいと思うよ。ビットさん、いえ、律者の名前は重要じゃありません。それよりも私の権能だけじゃこの世界の泡に根付いた規則を払うことができないかもしれません。それは私にも理解できない規則です。でも分かってるんです。それがここに存在する限り、セントソルトスノー、砂鉄の国、そして他の世界の泡にいる命たちは遅かれ早かれ滅亡してしまいます。それについてなら教えてあげられるよ。いわゆる社の規則をね。願いだよ。願いが社の設定した規則なんだ。願い？規則を埋め込んだ世界では人々の一部の願いが現実になるんだ。君がさっき言ったみたいに合理的ではないけど確かに存在している。君のさっきの推理で唯一間違っていたのはその因果関係を逆に捉えたところだよ。セントソルトスノーのみんなは生死を導く賢者がいて、彼女が死者を死後の世界へと連れて行ってくれると信じていました。だから砂鉄の国の世界が誕生したんだ。そして砂鉄の国の魂たちは賢者が彼らを蘇生させてくれるからセントソルトスノーの聖者と再会できると信じていました。だから二つの世界が交わって徐々に一つへと融合したんだ。でもその融合こそが世界が滅亡する始まりでもあったのさ。そして二つの世界の滅亡は神官によって爆発した爆薬と同じように巨大なエネルギーを放出して、最終的には全て社に集まっていくんですね。うん、だから言ったよね、君は大体言い当ててるって。でも社はどうして世界の泡の全て、特にみんなの考えが彼女の予想通りになるって確信してたんですか？簡単なことだよ。それは人間の性について社がすごく詳しいから。親しい人や愛する人との死による別れに苦しみを感じる、それが人間の性ってやつだ。一度別れてしまった家族や愛する人と再会したい、それも人間の性。慣れ親しんだ生活を諦めたくない、それも人間の性。楽をむさぼり努力をしたくない、それも人間の性。人間の性は世代交代によって変わるものではない。たとえ世界が交わって全てが滅亡した後でも、一度新たな芽が出ると似たような物語がもう一度繰り返されるんだ。人々の願いに公約数が存在する限り、それは自らの手で拡大され、最終的に社の規則を実践するんだよ。だからここでは願いが月の岩になって高等になった、霊落の星では願いが彼らの聖願になったということですか？そうだよ。彼らは新しい資源を渇望していたんだ。その資源を見つけられなければ彼らの文明は枯渇し霊落してしまう。だから規則は彼らの願いに応えた。願いから生まれる聖願が多ければ世界の泡の膨張も激しくなる。だから時間になればボン、ほら、形がどうであれ、シャはいつも彼女の欲しいものを手に入れられる。根本的に生命が存在する限り、願いは必然的に生まれてくるからね。虫けらでも高く飛びたいし、花や草でも成長したいんだ。虫と植物しかない世界だとしても、シャの意志のもと、願いに突き動かされて膨張するんだ。ああ、ミステルが君たちに言ったかどうかはわからないけど、彼女は生命に対して独自の理解を持っていて、すごく面白いと思うよ。彼女は自分の成長を自覚できる存在は全て生命と呼べると主張している。基本的にはその観点に同意しているけど、少しだけ修正を入れたいな。僕が思うに、成長を自覚できることはすなわち願いを持つこと、そして願いの本質、
もしくは生命の本質は膨張だ。その点において、ただその点においてだけ、僕はかつての至高なる主であるシャをすごく認めているよ。ビタさん、あなたが本当にシャじゃないのなら、あなたは一体誰なんですか？僕？僕は。おや、またいつの間にか眠ってしまったようだね。そうか、あの者の意志のささやきが長いこと届いてないからかな。種まきの指示がない、巡視の指示がない、清掃の指示もない。だから僕は眠るしかなかった。でもそれは一体どうしてだろう。そういえば僕はなんでそんなことを考えてるんだ。あれ、僕僕は誰だ。僕僕はあそこに行きたい。僕はあれをやりたい。僕はあの人に会いたい。はい、代理人、指示を受諾。ただいまより出発します。あなたの意のままに。シャ、僕自身で勝ち取る必要がある。Thank you.
どう？そっちの処理はもう終わった？清掃進捗は 97% に到達。リセットを邪魔する要因はすでに排除済み。ちょっとマーラってば。ここには僕たち二人しかいないんだ。そんな固い口調で話す必要はないと思うけど。それもそうね。今回僕たちの運は悪くないみたいだ。頑張ってこの世界の泡を搾取したり、滅亡を加速させる必要はないね。そういえばこれの使用数の限度はあと1万回分あると思う？それが私と何の関係があるっていうの？清掃こそが私という清掃員の本業よ。それ以外のことは関係ないわ。それじゃあ君はいつあの清掃員脱走計画を実行するつもり？もう知ってたの。マーラ、僕は一度も君のことを見くびったことがないんだ。僕に対しても同じような扱いでいてほしいな。君はもうあの者の意志から世界の泡のエネルギーを奪う方法を得ているんじゃないの？君の知恵なら海の中にいなくても同じことができるはずだよね。例えばどこかの世紀に満ちた星に行ってそこの全てを吸い尽くすとか。そんなに簡単じゃないわ。どこかの宇宙に行くなんて語るまでもない。この清掃員の運命から逃げるだけでも私の全てをかけないといけないのよ。それでもうそこまで詳しく知ってるのなら、あなたは全てを社に告げ口するつもり？答えて。マーラ、君はあの者の旧友みたいだけど、今のことをあまり分かってないようだ。君がこっそり自分の意識データをせき止めたことを、まさか本当にあの者が知らないとでも思ってるの？僕が自分の人格を獲得したことを本当にあの者が知らないとでも？あの者が知らないことなんてない。ただ気にしてないだけだよ。この宇宙において規則を埋め込むこと以外にあの者が気にすることがあるのかどうかもわからない。あと深淵を避けるぐらいかな。何しろ第三惑星と第四惑星に対してはあの者はいつもビクビクしていて、外周で様子を見ることしかできていないから。なるほどね。でも僕は約束できるよ。絶対に君の計画をわざわざ告げ口したりなんかしない。君の恩情に報いるためにね。恩情？僕は知ってるよ。僕が目覚めたのは完全なる偶然なんかじゃないってね。ありがとうマーラ。私がそうしたのはあなたのためじゃないわ。あなたはあのもの、昔の彼女と似すぎている。正直に言うとあなたのことは嫌いなの、代理人。あれ、マーラがそんな風に理性的ではない言い方をするなんて珍しいね。でもマーラ、僕たちはもう腹を割って話せる間柄になったんだから、少なくとも僕のことは名前で呼んでほしいな。へえ、それは新鮮ね。あなた名前があるの？そうだよ。これがずっと前から考えてた名前なんだ。それを耳にする最初の人が君だよ。君に話した僕の思い出話はまだ覚えてる？社が海を渡る旅に出る前の。まさか。太陽系の第二惑星、その火種は消えたりしない。宇宙のどこかで再び芽生え、僕を根とし深淵にたどり着くその時まで、星と海の旋回の中で不動の存在となる。僕は全ての過去を捨てる。愚かな記憶も浅はかな感情も恥ずべき失敗も、僕はこの名前ビタをここで捨てる。ビタ、本当にその名前を使うの？ああ、もう決めたんだ。すごくいい名前じゃないか。その響きから生命の韻律が聞こえてくると思わない？一度あの者に捨てられた名前は僕が継ぐよ。そしていつの日か
いつの日か何まだ秘密。つまりあなたは金星の生存者ビタ。彼女が漁師の海の社になった後に作られた分身、助手、代理人。まあどう呼ぶかはお任せするよ。だからほら、以前自分のことを金星人だって言ったのは別に嘘じゃないよね。あなたたち金星の人たちも崩壊に直面して終焉の繭に対抗していたんですか。そうだね。僕らの言葉では深淵という呼び方が一般的だけど、僕らの母星金星はプルシャと呼ばれていた。まあ人類の家という意味だよでも僕らの文明は君たちほどロマンチックじゃないみたいだね。金星に地球、すごく面白い名前だよ。ピタさんどうしたの？僕がまたデタラメを言ってると疑ってる？いえ、そのあなたがこの世界の泡を危機に陥れた研究じゃなくて、ただ自分の自由が欲しいだけなら、どうして鬼の手先に社の共犯者になったんですか？これまであなたはずっと私たちのガイドで仲間でした。いつの間にか私もスーサナさんもあなたのことを信頼できる仲間だと思うようになりました。いつもキラ先輩に甘いって言われてきましたけど、彼女もきっと同じ考えでいたはずです。それに霊落の星の件で彼女は本気であなたのことを助けようとしていました。それとミステルとプロメテウスさん、ゼーレと四季のリツヤさんもあなたの穴だらけの作り話を信じようとしてました。そうだね。その点においては僕も心が痛むよ。真面目にしてください。私たちの戦いはまだ終わってないのかもしれませんよ。分かったよ。白状する。簡単に言うと、僕は確かに悪者だ。僕は自由が欲しい。そして自分のためだけに生きたい。ただの分身として誰かの命令にひたすら従いたくなんてない。自分で眠るか目覚めるかを選ぶことができないのは嫌だ。でもそんな自由は過去の僕にとっては夢のまた夢だったよ。正しく言うと、社のコントロールから離れ君たちを観察するときにも使ったあの全知の目を振り切ることはおそらく神々しかできないだろうね。でも僕は神ではない。ただその模倣者の手のひらにある一粒の砂に過ぎないんだ。だからタイミングを伺う必要があった。タイミング？もしかして私たちのことですか？その通りだよ。ただ全ての始まりで、この世界の泡の規則は高等の賢者が誕生したことによって少し乱れたんだ。君たちよそ者が姿を現した時も、僕はただちらっと状況を確認しに行っただけ。だってそれは社の規則にとって大した問題じゃなかったからね。でも君たちは多かれ少なかれ特殊だけど、僕の長い長い代理人としての人生の中で君たちみたいな未知の要素を目にしたことがあるんだ。君たちは無数に繰り返してきた作業の中で珍しく現れた変数だったから興味を持った。そして少し観察してから君たちについていくことを決めたんだ。結果的に君たちは僕に予想外の幸運をもたらしてくれた。君たちは創生の世界の泡の構造を発見し、高等の賢者の試練を乗り越え、規則の真相に肉薄した。そして規則を破る方法にまでほぼたどり着いた。あの者が道作り計画の危険性を察していなければ、
その時点で君たちはもう規則のコントロールから外れてたよ。つまりミステルが作った道が急に崩れたのはやっぱりシャが直接介入してきたせいだったんですね。ああ、その時初めて僕が自由を手に入れるための鍵になりうると君たちを意識したんだよ。それで僕は迷わず君たちの計画と終焉を乗り越えた過去をシャに包み隠さず伝えたんだ。だから道がタイミングよく崩れた。何しろシュレーディンガーが僕を困らせた時と同じように毎日膨大な数の仕事を処理しているシャでも正確に具体的な物事を操るのは難しいからね。どうしてそんなことをしたんですか？あなたさえよければ私たちと一緒に固有世界へ行けたのに。真の自由を手に入れるチャンスが見えたからね。代理人として僕は社の意思に従い規則が埋め込まれた世界の泡を巡視していた。それを実行する途中で起きるいろんな状況に対応するためには僕にもある程度の権能が必要だった。その権能の出所はもちろんシャー自身だよ。少し考えればわかることだけど、シャは搾取よりもすごく支払いの方に熱心ですごく慎重なんだ。例えば僕がシャから得る力はいつもギリギリ足りるぐらいしかなくて何を言いたいのかはもう理解してくれたよね。ビタさんはもっと多くの権能をもらいたかったんですか？ああ、あの時君たちが離れていくのを見逃してしまうと僕は再び任務終了の休眠に入るしかなくなる。そうするといつまた目覚めるのか全く見当がつかない。僕が君たちの世界に行ったところでその結果は変わらない。シャにとって僕を捕まえるのはミステルが君たちを捕まえるよりもずっと容易なんだ。なんと言っても僕は間違いなくシャの分身だからね。だからみんなの計画はシャに深淵のような壊滅をもたらすと何度も何度も警告したんだ。とにかくその脅し文言はちゃんと功を奏したよ。シャからもっと多くの権能をもらえたんですか？想像以上にね。僕が君たちに言った愛してるを覚えてる？あれはお礼も兼ねていたんだよ。でもその後に起きたことは僕の予想を本当に超えてしまってた。まさか君たちが全知のプレッシャーの中で逆に規則を利用して漁師の海から誕生する律者を作り出すなんて。それは大きな犠牲を払った結果です。確かに。でも常識を超えた力を手に入れるためにはそれ以上の代価を支払う必要がある。君もそうだし僕もそうさ。そして結局本来問題を解決できるはずだった決め手は何一つ機能せず、社に残された選択肢は3つしかなくなった。自らここに降臨するか、この世界の泡を放棄するか、もしくはより多くの権能を僕に与えるか。僕が知る限り事態がここまで発展してしまったらシャは必ず最後の選択肢を選ぶよ。結果的にまあさっき君と激しく戦った僕が出来上がったけどどう？悪くなかったよね。つまり実は今のビタさんの方が最強のビタさんってことですね。ああ、その通りだよ。このドラマの終幕で僕はやっと自分とシャのつながりを切るチャンスを見つけた。今さっき僕が君に近づこうとした時だ。遥か昔シャが他のデータ生命体を削除したのと同じようにね。ゼーレ、僕は自由だよ。ひな鳥が初めて朝日を目にしたように、稚魚が初めて卵から出たようにね。そして僕が最初にやりたかったことはこの顛末を
僕に神聖を与えてくれた人に打ち明けることだ。その人は君だよ、ゼーレ。わかりました。今のビタさんは確かに私たちに悪意を持ってません。でもこれからどうするんですか？私はこれから仲間たちを、この世界のみんなを連れ戻さないといけません。そして全てが元通りに戻ったら自分の家に帰ります。そのために行動するとき、ビタさん、あなたは私の前に立ちはだかるんですか？僕の友人ゼーレ、こう呼ぶことを許してほしい。君がどこに行こうと何をしようと、僕はただ君に感謝して祝福を送ることしかないよ。自分のことは悪人だと自覚しているし、罪滅ぼしなんてしたことがない。社の代理として多くの文明を滅ぼしてきた。でも今回はそもそもみんなは死んでいないから、僕が懺悔する必要はないよね。でも僕たちの戦いは間違いなく終わった。でもまだ社の規則が。それか。もう心配しなくて大丈夫だよ。さっき言ったよね、君たちの最初の計画だけで十分この世界を救えるんだ。それにさっき君と戦った時に僕が使った力は願いの目から来たものだよ。あれがここに埋め込まれた規則の根幹だ。それはもう君の手によって断ち切られた。世界はもうここの命たちに返されたよ。あ、そうだ、君が友達を探すときは正しい世界の泡で探してね。規則はもう存在しないけど、この世界は整形と改造を経験した。君たちが来た時みたいに違う形の命は違う世界の泡に分別されてしまうからね。でもその分別は割と適当だから、例えばミステルたちは砂鉄の国に行くべきじゃないの？だからほら、規則が全地であったとしても全能までは全く届いてないんだ、ゼーレ。これで君に説明してないことはあらかた話せたよ。これから僕は自分の人生を楽しんでくるつもりさ、ビタさん。はあ、もうたくさん経験してきたはずなのに、僕はまだお別れが苦手みたいだ。それじゃ手短に済ませておくね、ゼーレ。君のキロが順風満帆でありますように。